の直美と香織です。今日はエスペラス TV 第8回目の TV ビデオです。はい1月22日に行われたトップチームの試合は惜しくも、PK 戦で負けてしまいました。でも2部リーグに上がるチャンスはまだ残っています。プレーオフの2試合を勝てば2部リーグへの昇格が決まります。皆さん最後まで応援よろしくお願いします。それではそのトップチームの試合とその他の中学生の試合をまとめてどうぞ。次のシーズンからは、トップリーグで戦うことになるので1年生の期待を、楽しみですね。はい、それではここで大活躍の選手たちのインタビューをお届けします。どうぞどうぞ今シーズン終わっての感想を聞かせてください。いや、全勝できたのでそれだけで良かったです。はい、よく途中出場をしますが、その中で大活躍を見せてくれていますが、何か、その活躍の秘訣はありますか？いや、待っている時からイメージを重ねておいて、そこ出たら、あと決めることだけ考えてます。それでは最後に、応援してくれているたくさんの方へのメッセージをお願いします。これからも決めるので、応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。まずはじめに今シーズンを振り返っての感想をお願いします。いや、全勝できてトップリーグに上がることができて嬉しいです。はい、中学1年の試合ではだけではなくて上の6年での試合でもかなり活躍をされていますが、どんなことを考えてプレーをしていますか？いや、とにかく勝つことしか考えてないです。では最後に次のシーズンへの意気込みといつも応援してくれている方へのメッセージをお願いします。次のシーズンも絶対優勝するので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まずはじめに今シーズンを振り返っての感想をお願いします。今シーズンはたくさん点が取れて全部の試合が3点以上取れたからそれ良かったと思います。はい、日高くんといえば柔らかなボールタッチですが、どうしたらそんなに風にできるんですか？家でもちょっとボールを打ち手でもう親に怒られますけど、はい、知ってます。はい、では最後に応援してくれている方へのメッセージをお願いします。来シーズンも全部勝ちますんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。これからも頑張ってください。まずはじめに今シーズンを終わっての感想をお願いします。試合にしっかり勝ってトップリーグに昇格できたので良かったです。はい、ケンド君は中学1年チームの副キャプテンでもあり守りの中心というポジションにもいますが、相手のチームのフォワードと対戦するときにどんなことを考えますか？やっぱ
迎えたら失点なんで、もう絶対迎えないっていう気持ちだった。はい、最後に応援してくださっている方にメッセージをお願いします。これからの試合も勝つので応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。まずはじめに今シーズンを終えての感想を聞かせてください。はい、ファーストシーズンは2つ負けてしまって、トップリーグに上がることができませんでしたが、セカンドシーズンは今のところ負けてないので、トップリーグ昇格も決めたのですごく嬉しかったです。前回の試合ではヘディングでの2得点を見せてくれましたが、どのような気持ちですか？いや、本当に嬉しいです。おばあちゃんが亡くなってしまったので、おばあちゃんのためにもゴールを決めたいなと思っていたので、本当にすごく嬉しいです。それではこれからが応援してくださる皆さんのために一言お願いします。来年も頑張りたいので応援よろしくお願いします。エスペラントにはとっても頼もしい選手がいっぱいいますね。これから彼らは学年は変わりますが、これからの活躍にもご期待ください。これからもエスペランサ TV は、エスペランサの全てをお伝えしていきますので、これからもよろしくお願いします。週末は大事な試合がたくさんあります。まずトップチームの2部リーグ昇格をかけたプレーオフの第1試合目、対戦相手は青葉大レジェンズです。絶対に負けられない試合なので、皆さんぜひ応援に来てください。あとはナビレ FC の試合、中央大会も始まるので、そちらもぜひ、応援しに来てください。その他中学生の試合もあるので、皆さんぜひチェックしてください。それでは第8回目のエスペランサ TV 終わります。それではまたね。